ごきげんよう。高齢者起爆剤講演家の宮崎三鷹です。今日は2023年9月の19日火曜日です。今日は感動起爆剤学校のシリーズを言っております。その第2弾は感動力、平野秀則さんの本の中から言ってみたいと思います。今日はですね、これがエピソード3のね、です。これは初心忘れるべからずの知らざられる知られざる意味という大項目がありまして、その中の小項目です。今日はこのエピソード3の最後の小項目になります。次はエピソード4になりますのでね、今日はその最後の込み出し、悪口を言うお客様大歓迎。半期に一度全国の社員とパートナーと呼ばれるアルバイトの方々を一堂に集めて行われるイベント、パートナーズフォーラムでは、高い目標を自らに課し大きな成果を上げたアルバイトの方が自らステージに上がり、感動のプレゼンテーションを行います。東京の三軒茶屋に失礼しました。東京の三軒茶屋に焼肉の1号店を出した時、全く売れずにクレームが殺到し、非常に苦労したそうです。外食の素人が学ぶには、お客様の声を聞いて改善するのが一番という決断で、西山社長が取った行動は、帰り際に悪口を言ってくれたお客様には300円お支払いいたしますという前代未聞のサービスでした。かー、面白いですね。そしてその悪口の声を小の字の字で数え、小の字が一つできると明け方までかかって対策を考え改善していったそうです。ある時同じように悪口の声を頂戴しようとすると、そのお客さんはこう言ったそうです。悪口なんてないですよ。それよりこの店ができたおかげで月に2回も焼肉を食べることができるようになりました。ありがとう。頑張ってね。ものすごい感動だったそうです。その焼肉店はいつしか行列ができるお店になっていったのです。この感動という初心を忘れない会社、レインズインターナショナルは、感動創造を経営理念に掲げ、お題目ではなく当たり前のように真剣に実践されているのが当たり前ではない、当たり前ではない好業績の理由なのです。社員の間で昇華される理念の一部をご紹介します。感動の数だけ来店があり、感動の数だけ加盟店様が増え、感動の数だけ価値ある商品が仕入れられ、感動の数だけ株主様が増え、感動の数だけ利益がもたされ、利益と、理科の利に利益の益ですね、利益がもたらされ、感動の数だけ必要とされる企業になり、感動の数だけ成長できる。私たちレインズグループは関わるすべての方々に対し感動を創造しますと歩んですね。これが感動力の エピソード3の最後の悪口を言うお客様大歓迎というコーナーでありました。いや、感動力の感動でいろいろものを考える感動創造というのが社説というんですかね、会社の目標になっているということですから、そうですね、私も動画が感動できるような動画をぜひ作りたいと思っております。ごきげんよう。